皆さんこんにちは、あらわろの武田ひろみです。今日は5月の26日水曜日になってます。今日はですね、割と午前中はゆっくりできたのでデスクワークをしてたんですけども、今日は夜一本ですねレッスンあるので頑張っていきたいと思います。さあ、今日はね、梅雨もうちょっとお休みなのか、晴れとまでは言い難いんですけども、曇り空で気温もちょっと下がってね、過ごしやすい日なので、フィットネス日和かなと思ってます。さあ今日はですね、こちらバランスディスクを使ってエクササイズをやっていきます。このバランスディスク、本当にねたくさん使い道があるんですけれども、今日はその中でもバランス力アップを意識してですね、バランス力を高める動きを、5つやっていきたいと思います。さあそれでは早速楽しみながらやってみたいと思います。さあ早速バランスディスクを使ってやってみたいと思います。さあまずはスクワットからやっていきます。バランスディスクの端っこに乗りますね。できるだけ歩幅広げていきましょう。さあそのままお尻を後ろに下げてスクワット10回やってみたいと思います。胸は前です。はい、下がね不安定なのでとてもバランス取りにくいです。さあ2つ目、同じようにできるだけバランスディスクの端っこにお膝を置いてもらって、お膝とお膝の間を空けます。さあそのまま膝立ちです。難しい方はそのまま行きましょう。大丈夫な方はつま先を上げてバランスを取って20数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、はい、OKです。さあ3つ目、さあ今度は、左足をバランスディスクの真ん中に置きます。さあそのまま右足を外中外中、さあ手も一緒に動かして10回やってみます。1、2、結構大変、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、 OK です。さあ今度は右足を中央です。左足を外中、足が外に行くときに太もも外が使えます。中に行くときに内ももが使えますね。あとバランスを取ろうとするのでインナーマッスルもかなり使って無意識に姿勢も整っていきますよね。はい、じゃあ行きたいと思います。はい、同じように左足バランスディスクの上です。さあ右足お膝を前で抱えます。外へ開いたら左足を右の太ももの側面、そのまま両手上
さあ、おへそは立てながらです。さあ、20数えていきたいと思います。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。さあ、今度は反対やってみたいと思います。さあ、右足がバランスディスクの中央、左足まずはお膝を抱えて外側へ出したら、右足を左の太ももの側面。さあ、両手が上。さあ、20数えますね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、いいです。さあ、最後、一本足のポーズやってみたいと思います。さあ、もう汗がじわじわ出てきてますけども、左足バランスディスクの中央です。さあ、右足は前で、左足ですね、右足をつま先前で抱えたら、左手は腰。さあ、そのままですね、右足を外へ開いていきたいと思います。できるかな。はい、よいしょ。さあ、20数えます。さあ、姿勢正して、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、OK。さあ、今度は反対です。ふう、大変。右足がバランスディスクの上ですね。左足つま先前で持ったら、今度は外側へ伸ばしていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。さあ、バランスディスクを使ったエクササイズいかがでしたでしょうか。結論から言うと、めっちゃ大変です。見た目可愛いんですけれども、とってもバランス取りにくいのと、あと産後で私がバランス力がだいぶ低下しているので、バランス取るのが大変なんですけども、とっても楽しいのと、あといいのは、見えますかね、突起があるので足裏をものすごく刺激するんですよね。なので、これとってもおすすめです。気持ちいいです。私も今日久しぶりに出してきて使ったんですけども、これ夜疲れた時にこの上で足踏みするといいかなと思って、今夜の自分のセルフケアに使おうかなと思ってます。セルフケアはできるし、バランス力もアップできるし、あと今度はですね、これを使って筋トレをやっていきたいと思うんですけども、いろんなことに使えますので、このバランスディスクとってもおすすめです。またね、こちらも紹介していきたいと思います。さあ、今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回。